はい、どうも皆様こんにちは、つなけべでございます。お久しぶりです。まあ久しぶりって言っても結構あれだけど、最近だけど、はい、今回はですね、まあ、まあこれを見てもらえば大抵の方はわかるかもしれないですけど、テクスチャー配布ではなくてですね配布ではなくて、はい、抽選ですね。はい、とりあえずまずは抽選、まあですね、ちょっとあることあるね項目をクリアしたら、まあ、みんなに配布することになるんですけど、まあ、とりあえずね抽選をしていきたいと思います。はい、まあ自分が普段使っているあのデフォルトエディットをに、まあこのね個性的な顔をつけた、まあ、テクスチャーなんですけど、まあ結構ねこのテクスチャー最近もうダウンロードファイルを貼ってるんでまあそれで撮ってる方も多いと思うんですけど、一応ねこのテクスチャーをですね何人にしようかな、5人かな、5人に配布したいと思います。はい、まあそのね応募方法はチャンネル登録と高評価を応募方法とします。まあ、できればツイッターとかもフォローしてほしいんですけど、まあねそこら辺はまあどちらでもいいです。はい、まあね今ちょっとパーッと見せたんですけど、まあこんな感じです。はい、でまあ剣がですね、まあ普段言ってるんですけど若干違うんですね。よいしょ、デフォルトと、でまあこれ 128×128 かな、でなんか若干ね違うので、まあ動画だと伝わるか分かんないんですけど、まあ違います。そしてまあ弓のパーティクルは、まあ、あれですね、普通のいつも通りのやつですデフォルトエディットのそのまんまですね。ほとんど改良してないので、はい、改良したとこったら剣と、はい、もうこの顔だけ、あとはもうリンクデューディーさんが作ったねデフォルトエディットと全く一緒なので、はい、まあね、はい、ということです。これもね一応アニメーションついておりますね。はい、というわけで、まあさっき言ったぜ、もしほにゃららしたら全員配布になるかもっていうのはですね、この動画にもしですね、欲しいっていうか、まあ欲しい方はイコール高評価ですね、まあ、高評価が、自分今まで撮ったことない230、まあ、大きい数字なんですけど230いったら、もしですよ、もしいったら全員配布にしたいと思います。あ、ちなみに二次配布とかはなるべくっていうか絶対しないと欲しいんですけど、はい、まあね、もし230来たら全員配布にしたいと思います。応募締め切りはですね、この動画のアップロードから多分今日っていうか何日のアップロードは分かんないですけど、まあこの動画アップロード日から1週間、あ、1週間長いかな、この動画が出てから1週間するまでにコメントをくださいはい、というわけでね、まあ、今回はこういう動画でした。この動画出したんで、まあ、次はね普通にハンガーゲームとかの動画を上げていきたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。皆さんどしどし応募待っております。それではさよならー。